はい、YouTube をご覧になっている皆さん、こんにちは。情熱セールストレーナーの川島正義です。さあ、今日はまた新しい、パターンのお仕事をご紹介したいと思います。で、今日は家事代行、千葉の木更津でよかったですかね。はい、家事代行のお仕事をされている織戸直子さん、ご紹介したいと思います。じゃあ、織戸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はーい。あ、それエプロンですか、これ。そう、これエプロンです。いつもおお。こういう簡単なエプロンをして仕事をしてます。家事代行、最近はね、こう結構耳にするようになったお仕事かもしれませんけれども、こう高校生の皆さんがこうこれからいろんな進路を考えるときに、いろんな世の中の仕事があって、いろいろこうのプロがいるというところだったり、その仕事の中で前向きに明るく頑張ってらっしゃる方をご紹介していきたいと思いますが、ねえ、家事代行、ちょっとそのお仕事の話もいろいろ聞いてみたいと思うんですけど。はい。織戸さんは今、あれですか、木更津で、家事代行のお仕事をされてらっしゃるでいいんですよね。そうです。千葉県内で家事代行をやってます。あれ、家事代行って、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、なんかあれですか、依頼が来るんですかね。そうです。今は暮らしのマーケットっていうサイトに登録させてもらってるんですけど、そこに、お客様から直接依頼が来て、で、お客様とやり取りをして、お客様のお家に行って、家事を実際やるっていう感じですね。家事っていろいろあるじゃないですか。僕も家事するんですけど、掃除とかせん、ねえ、ねえって言うんですよね。ねえって意味なんですよ。そう。でもこれをこんな笑顔で、もうめちゃめちゃこうパキパキやられてらっしゃる活躍を僕もすごくね、拝見してるんですけれども。なんですかね、例えばこう、織戸さんがこう担当される、こうやられてる家事ってどういうものなんですか？家事代行いろいろあって、お料理と、あと掃除洗濯、掃除洗濯。あとそれから、整理収納とかですね。あとお子さんのお世話とか、そういう何でもやります。で、私は、ちょっと動物が苦手なので、ペットの世話とかはしないんですけど、だいたいどのお客様も、私に依頼してくださるお客様は、掃除洗濯をして、さらにご飯を作っていってくださいねっていうお客様がほとんどですね。そうすると、こう現役でバリバリ働かれてる方からの依頼が多いってことですか？そうですね。共働きの方と、あとちょっとあったのは、ご高齢の方で、高齢の方の、お子さんからの依頼で、うちの親のところに行ってくれっていう依頼があったりとか、そういうのはありましたね。そうかあそうとはか。ね、お子さんがいなくても、ただ夫婦で共働きで、本当に夜まで働いているので、家のことが何もできないっていうようなお家に行って、本当に全部やりますね。例えば、ぐちゃぐちゃの朝ごはん食べたまんまのシンクぐちゃぐちゃ。で、洗濯はとりあえず回しててほしいんですよ。タイマーでも何でもいいんで、洗濯物はただ、洗ってはあるけど干してないっていう状態で、畳んでない洗濯物、で、掃除されてないリビング、で、入ったまんまのお風呂、で、そういうのを全部きれいにして、ご飯を作って帰るっていうのをやってましたね。した方からすると、もう全部もうね、家を出て帰ってきたら全部終わってるんですよね。だから私は鍵をいっぱい預かってて、一番多かった時でも7本か8本ぐらいもう定期的に行くので預かっていて、だそから、の依頼元の方の家のお家の鍵おを。家の合鍵をもらって、それで朝、だから行ったら9時ぐらいから私と行くんですけど、お客様はもう大体ね、7時半とかに出勤されちゃうので、で、9時頃行って、で、大体3時間でやるんですけど、で、全部8や番、って、3時間で全部やるんですか？3時間で全部やります。そうしないとさ、疲れちゃうんですよね、私も。織戸さんが疲れちゃう。3時間以上はもう私の集中力を持たないので、多分そういうことなのかちょっとわかんないですけど、6時間でね、依頼した方もいるんですけど、
ああ疲れたって私はなっちゃうんですよね。やっぱりちょっと3時間ぐらいがもう限度かなっていう感じで、でも3時間だったら、まあ、家中掃除して洗濯して洗濯も畳んで、で、まあ、2、3日分ぐらいのご飯は作って帰れるかなっていう感じですね。そう、それであとお風呂洗ってあるっていうのが大きいポイントで、帰ってきたらさ、もうプッてやったらもうお風呂入れるっていうね。で、ご飯もできてるし、だからね、すごく疲れてるお客様が多かったので、帰ってきたら全部終わってて、もう超綺麗だし、ご飯できてるし、洗濯物畳んであんじゃんみたいな感じになるから、もうね、帰ってきて疲れが取れるっていう感じだったみたいですね。帰ってきて家事で、帰ってきたら全部終わってるから、そうそうそう、あとご飯食べて寝るだけなんでねっていう、もう完全になんか分業ですねこれね。そうそうそう、だからね、家事に割く時間を、まあ、お金で買うっていうことですよね。得意な人もいるし、そうじゃない人もいますもんね。そうですね、得意じゃない方って結構多いのでねえねえ、なのでお任せしていただければ楽になれるんじゃないかなって思います。ちょっと一瞬思ったんですけど、はい、お客様の家の鍵を預かるってかものすごい信用されてないと。そうですね、そうですね、だから来てくれた時になんかもう助かったみたいな感じなんじゃないですか皆さん私は助けに来ましたよっていう感じで行くので、そうそうそう、そうそう、もう休むか仕事行くかどっちかしてくださいねみたいな感じだったので、そうそう、すぐねみんな鍵くれるんですよね。すぐくれる。もうだってそれリピーターってことですよね。そうそうそうですね、はい、すごい。あ、ちなみにあれですか、家事代行の仕事ってもう何年ぐらいやってるんですか。今ね、7年やってますね。7年、はい、意外とね長いんですよね。私と川島さんが出会ったのって、まあ、5年前とかだと思うんですけど、2016年でしょ。2016年、そうだと思うんだけどな。そうそうでしょ、ね、だからそのあの衝撃的な出会いのその前から、うん、市役所のママヘルプっていう、うん、産直機専門の家事代行が市のなんていうふうに、なんていうのあれの、市の政策としてあって、うん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 、で、そこで私はやってたんですよね。で、あの時も、その、お子さん産んだばっかりのママのところに行って、洗濯掃除、で、ご飯作って、で、赤ちゃんのお世話して、おっぱいのあげ方教えて、で、話し相手して帰ってくるっていうのをやってたんですよ。それがすごい楽しくて、本当に、なんて言うんですかね、めちゃくちゃ楽しかったんですよね、それ。で、それはつい最近までやってて、それで私、最近引っ越しをしちゃったので、うん、それで前までの定期で持ってたお客さんも、今ちょっと全部ストップで、今、新しくお客さんを作っているところなんですけど。はい、はい、すごいなんか楽しそうに家事お仕事されてるなっていうのは、はい、SNS とかいろいろね拝見してるんですけれど、こう、はい、家事のお客さんにとって家事の面白さとか仕事の、はいはい、どういうところなんですか。ね、私は基本的にせっかちなので、でほら汚い家だなっていうような家が好きなんですよ。もうどうすんのっていうぐらい散らかってたり、家事が全部滞ってるなっていう家に行って、でそれを3時間で何とかするっていうのがもう毎回快感で、はあ終わった終わったみたいな、で見てってそう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 いうのが好きなんですよね。だからね、うん、そうそう、何があって、そうそうですね、そこが面白いところで、自分の性格にすごく合ってるんですね。で、早くすると早く終わるし、で、その3時間っていうお客さんが買ってくれた時間以上の価値を置いて帰ろうっていう感じでやるんですよ、毎回。そうそうそう。そうなんです、それが楽しいんですよね。それで、そうすると、お客さんが、レビューって言って私に評価をつけてくださるんですよね。そうそうそう。
で、それを見るのもすごく励みになるし、で、またそこで、まあ、変な、なんていうの、ちょっと悪いコメントがついたとしたら、そこは反省点として、もう完全に次に生かせるので、だからその、どっちに転んでもまあ大丈夫っていう感じですね。でもほとんどだってつかないでしょ。僕もちょっとバッと見させてもらいましたけど、はい、みんなだって星つけて助かりました。そうですね、はいはい、料理こんなに美味しいやつとか、そう、ね、だから本当に困ってる方が、呼んでくださるし、で前ね、なんだっけな、ダメだった評価がついたことがあったんですけど、その時は仕事が早すぎるっていう評価を受けたことがあってどうしたらいいのみたいな頼むことが分かんないくなっちゃったっていう風に言われちゃったことがあったので、もしかしたらそういう、あ、なんか早く終わりすぎて本当にやったのみたいな風に思われる方がいるのかなって、だからその後まあ少し気をつけるようにしてるんですけど、でもまあ それを言われたのは1回だけでしたね。もうちょっとなんとかしてっていうようなことを言われたことは、まあ、未だになくて、だからないから、次の星も5にしなければっていう自分なりのなんか目標っていうかね、ここで2とかついたらつらいから、星はだいたい5なんですけど、5つで2とか1がついたらつらいじゃないですか。だからつかないように努力してます。そのレビューがいいモチベーションになって、はい、そうですね、すげーなー、やっぱり。そうだからね、そのお客さんに直接評価していただけるっていう機会があるので、それはすごくいいなって思っています。それで私個人で独立、まあ、今も独立してるっては独立してるんですけど、そのなんていうんですかね、プラットフォームを使ってる理由はそういう評価をつけていただけるっていうところにあって、お客さんからね、自分が個人で出て回収するといい言葉しかもらえないと思うんですけど、なんかサイトを通じればクレームをつけたって別にいいわけだから、さらになんか真実味のある言葉がもらえるかなって思ってやってますね。はい、すごいね。そう、なんかその家事ってこういいイメージがあるか、一般的にですよ、いいイメージがあるか、はい、ちょっとなんかこう良くないイメージがあるかというと、はい、なんか僕良くないイメージを持ってる人が多いんじゃないかなと思う。ああ、そうですね。まさしくまさしくそうですね。家事みたいな、ちょっと家事ですよって言ってたみたいな感じじゃなくて、家事みたいな、ね、そうですね。家事ね、そう大変だしね。実際私も自分家の家事は、まあ、今は、まあ、ルーティンになっちゃえばそんなこと大したことないんですけど、朝から晩まで仕事してたらね、そりゃやることいっぱいあるし大変なので。皆さんね、共働きの方がやっぱり昔より増えてるんですよね、私たちが子供だった頃よりはね。だから女性の負担が特に大きいなっていうのは本当に実感していて、で女性が家事育児仕事みたいなで、それでやっぱり私がね、ご飯を何品も作って、もう半泣きになる方とかたまにいるんですよね。もうよかったみたいなね。そう、ありがとうみたいな。そうしたらね、いつでも言ってくださいよみたいな話でね、こっちもなるじゃないですか。だからそれは面白いですよね。折戸さんって学生時代、はい、からこういう性格とかこういう雰囲気だったんですか。例えば中学で。いやー、学生ね。学生時代はね、いや私本当その。川島さんと出会った頃からの今日までに本当にいろいろあったので、この時期にこういうなんか明るくなったっていうか、なんか何ですかね、その前まではね、若い時はもっと暗かったし、暗いし人見知りだし、何にでも文句をつけるし、なんだろうな、うち別に親が悪いとかそういうのなかったんですけど、今と全然逆じゃないですか。そう、真逆なの。なんかね、本当にね、つまんねえ毎日を送ってましたね。なんか希望が持てないみたいな、なんだろうな、あの頃本当つまんなかったですよ。毎日やることないっていうか、人の悪口言って毎日ね。それも結婚してから子供で、ほらママ友とかができるじゃないですか。
その時期が一番人生最悪だった。まあ、中学時代も最悪だったんですけど、その頃が最悪でしたね。もう本当に毎日人の悪口言ってね、つまんねえ毎日を、ね、送ってたんですよ。学生時代も、でも私部活とかも入ってたし、友達、私部活中学はね合唱部で歌をやってたんですよ。で高校でブラバンに入って、そうで、だからその時の友達はまあ未だに交流もあるし、だからでもねやっぱり最近私変わったから、その当時の友達から変わったよねっていう感じで言われますね。昔を知る人たちが変わったよねっていうことは、それはもう間違いないですよね、うん、本当はそうですね、うん、なんか昔はこんなにこりともしない感じ今だっていつもニコニコですもんね。いつもニコニコしてますよね。笑ってんじゃないですか。そう、なんかもう昔はね、ブスッとしてこの口角をこう下げてあの頃より今ね肌の調子もいいし、そうそう、若返ってる気がします。ああ、自分でそう思えるって、はい、やっぱりいいですよね、すごく。そうですね。そう。そうなんだ。じゃあ意外にこう学生時代は今とは真逆の。そう、学生時代ね、なんかでもすげえブスでしたしね。なんか生徒会とか。ブスみたいな。こういう人？今のオリトさんみたいなやつです。あ、でも私生徒会やってたんですよ。でも中学の時ね。だけど中学の時の生徒会なんかね、その時もなんか自分次第で周りってほら変わっていくじゃないですか。だからそういうのがわからないまま参加して、もうこいつらクソだなって思ったりしててなんか私をもてなしなさいよみたいな態度でどこにでも行ってたんです。でそれがねダメなんだと思うんですね。若者にありがちじゃないですか。あ、なんか私を特別扱いしてつってやってると絶対特別扱いなんかしてもらえないしお前は学ぶ立場だろっていうのがねわからないんですよね、なぜかね、若い時ってね。そうですよね、今思うとって感じですか。そう、でもその時期があったからまあ今があるっていうのもあるんですけど、不思議ですよね。そうなの。くれくれ言ってる時って来ないんですよね。本当にそう。そうなんです。誰もくれないからね。自分で取りに行かなきゃねって。それわかんの。結構それこそ38ぐらいですかね。わかるようになったのね。おっせ。おっせよって、ね。今までの触れ幅がでかいそう。今はもうやばいですよね。そうなんですよ。ああ、そう。そうか、2016年だから5年前ですね。そう、もう5年も前なんですよ。5年前の私と今ちょっと違うと思うんですけどね。あの頃どうだったんだろう、私。あの頃もまあ、結構ね、あ、そう、2016年頃が一番、2016年っていうと37歳か。37歳の頃が一番こうなんか、あ、世間って広いんじゃんっていうのが分かった時期ですね。だからなんかあの時は元気だったんですよね。今も元気ですけど。船橋でしたっけ？あ、そうそうそう、船橋ね。そうですね。なんか今思うとですよ。5年前と今のあの織戸さんを思うと、なんか当時もすごく明るかったんですけど、当時はすごくなんかもう、はい、頑張ってた明るさみたいな感じはあるかもしれない。ああ、そうですね。もう頑張ってました、あの頃。本当。めっちゃ頑張ってらっしゃいましたよね。そうそう、全力投球してましたよね。疲れるだろうっていうね。まあ今あんな風にはできないですよね。さすがにね、若かったなって気がします。でもなんかね、こう自分のこう好きなこととか得意なことでこう仕事をこうバンバンされて、はい、実績ってどのくらいあるんですか、お客さんの実績はね、今1000件超えたところですね。そうね、1000件超えたってすごいでしょ。 1000？ そう、100じゃないですよね。1000です。100じゃなくて、ね、1000なんですよ。いや、 100超えた時もわーいってなったんですけど、やっぱ1000件超えてくると、うん、なんかいつまでもさ初心者みたいにしてはいられないなっていうのがあって、
1000件も実績があるのにこんなこともできないのっていうことになってきちゃうので、実績がね積めば積むほど自分も大変なんですよ。そこに追いついていかなきゃいけないから、実力をね。確かにね。でも選挙も本当にあっという間で、本当に皆さんがね呼んでくださったから行けたわけだし、まあ皆さんに育てていただいたっていう感じですね。なんてね、私をもてなしなさいよって言ってた人が言ってたのにさそうなんだよ仕事が私を育ててくれましたみたいな感じで、よく言ったね、同じ口でみたいなその1000件の実績だったりとかっていうところも踏まえて、はい、っていうところですか、はい、なんか最近、はい、電子書籍出されたっていうのをちょっと僕も拝見したんですけど、はい、そうそう、はい、でその1000件行ったっていうこともあり、うん、で SNS でねよくFacebook が中心なんですけどレシピをよく上げてたので、それを一冊の本にしようっていうことになって、今 Amazon の Kindle の電子書籍でこの度レシピ本を出版しました。なんかあるんですか？あ、表紙ちょっとちょっとね、これちょっとプリントアウトしたやつなんでちょっと見えるかな。こういうちょっと完成組み合わせ毎日ご飯、はい、こういうやつで、でこれ私のその家事代行に行く中でやっぱご飯で悩まれる方がすごく多くてね、そこにねそこにもいらっしゃいますけど。で毎日ねご飯を3食作んなきゃいけないとか、まあ、あとまあ子供がね学校行ってれば昼ご飯はね給食が助けてくれますけど、朝ご飯があって、で帰ってきたら家事をしてあげく夕飯作んなきゃなんねんのかよっていうところをですね助けたいなっていう気持ちがもうずっとあって、そのお家はね休むところだからっていうのが私の持論であるので、でこれで危険ですな、ね、休むとこなんでしょうよね。そう、帰ってまでさ、もう終わんない終わんないってやって気絶して寝るの嫌じゃないですかね気絶して寝てんでしょそれね、そうだから辛いので、でこのタイトルにつけた献立完成っていうところが、うん、でまあ、組み合わせしかも毎日っていう、うん、私の思いを乗せた題名になってるんですけど、あの献立ってさ、あの、はい、今日何作るっていうのが決まると、はい、あとは作るだけなので気が楽になると思うんですよね。あのほらもう今日は生姜焼きって決めたら、はい、それにやればいいけど、うん、今日何しようかなって毎日考えて、うん、ギャーギャーするの疲れるじゃないですか。で確かにね、何買っていけばいいんだろうみたいな。ゴールがないのって辛いよね。そうなんですよね。だからその献立をこの本を見ると献立が完成するんですよ。今日何作るっていうのが決まる本になってるので、でメインのメインだけでもいいし、メインと頑張ってもう一個副食を作ってもいいし、超頑張ってデザートを作ってもいいよっていう感じなんですよ。だからメインだけでいいんですよ。メインとあとはご飯と味噌汁みたいなね感じでやっとけばもう献立できてるっていう本を作りました。でこれでやると、まあ、栄養面もこれで大丈夫だし、毎日これでいいんですよ。もう365日。そういうあのレシピになってるので、野菜いっぱい入ってるし、で野菜も気負わない野菜が入ってます。例えばほら、なんだっけ。気負ってる野菜って何ですか？気負ってる野菜っていうのはほらさ、ズッキーニとかさ、三つ葉とか、三つ葉とか、そういうなんかごぼうとか。そういうのは入ってないんですよ。そのすぐ切ってすぐ加熱できて、あの調理法なんか分かってるよっていう食材を使ってあるので、まあ、ズッキーニとかね入れても別にいいメニューもあるんですけど、例えば簡単にキャベツとか玉ねぎとか人参とかじゃがいもとか知ってる食材で作ってあります。そういいですよこれ。はいはいはい、はいはい、どうぞ。僕レシピ本も何冊か買ったんですけど、あ、はいはいはい、難しくて手順が多くてか写真通りにならなくて、ね、あ、そうそう、みたいなことは何度もあるんですけど、はい、これ見てやるとね、簡単に解決します。これだと、あの手順通りで、手順は 4工程ぐらいしかないんです。全部本当ですか？実は行間にいっぱいあるんじゃないですか？行間ないです。この本の通りにやると、
この通りにできるので、それで写真をこの本を見たら見ていただきたいところなんですけど、すごく美味しそうだし、あのなんていうのかな、写真がね簡単そうなの、あの具材が単純だからこれできるなっていう感じがするので、なんかできそう、私でもできそうみたいな。そう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 、で毎日ご飯っていうことで、でこれあの編集と写真をやってくださったひじきさんっていう方がいるんですけど、その方と毎日のねご飯だからっていうことで、そのなんかテーブルコーディネートして美しく盛り付けましたっていうようなことじゃなくて、これを毎日これを食べたらいいよねっていうような日々のね日常のご飯を作りました、この本で。これね、あの川島さんもぜひご覧になってください。ご覧になって、ほらでも簡単だって、4工程ぐらいしかなかったでしょ。でも2工程しかないやつもある。コーンスープとかさ、鍋に入れるだけっていうやつがあるから、立ち読みしかしてないので、そう、ちょっとやってくださいこれ、これ見ると、はい、あの載ってますから。で唐揚げとか、あとポテトサラダとか、ハードルがね高いやつがあるんですけど、でそれが一番難しい料理っていう設定をしてあるので、それより難しいものはない。それが一番難しい、本当になんて難しいんだっていう料理がポテトサラダと唐揚げっていう設定になっているので、あの簡単なレシピしかないです。面白いな。でもなんかね、こう実績をこう形にされて、それがね、はい、みんなに役立てばいいってなんかね、すごいいい循環ですよね。本当にそうですね。そっか、あ、はい、そうだそうだ、はい、今ちょっと思ったんだ、あのこれご覧になってるの学生の方も多い、はいはい、高校生とか多いんですけど、はいはい、例えばその家事も仕事にできるんだっていうところが多分あると思うんですけど、はいはい、なんか向いてるなっていう人とか、こういうこう気質の人って家事代行の仕事って向いてるかもしれませんみたいなものってあったりします？家事代行はまあ基本的に世話好きな人ですよね。あ、世話好き、うん、そう。あとはなんか知んないけど相談をされるんだよなみたいな体質の人いるじゃないですか、そういう人とか、うん、あとせっかちな人はいいと思いますね。それで向いてないのは、完璧主義の人はまあ向いてないですね、これは。完璧にやると終わんないからさ。終わんねえよっつって。それでほら、水滴一つ残さずっつってやってると終わらないんですよ。あ、そうですよね。時間かかるんですよね。そう。そう。で、そういうピカピカにしてほしい人は、あの、ほら、もっとお掃除専門のダスキンさんとか、そういうところにあの依頼されると思うんですね。だけど私みたいな家事代行っていうので依頼してくださる方は、あの家事をやってくれっていう依頼でね、終わらせてほしいっていうのが多分大きいと思うんですよね。だからそういう、なんだろう、完璧主義の人は終わらないから、時間を守るっていうのがね、この仕事すごい大事なんですよ。例えばさ、あの9時から行って12時までに終わらせないと、12時半からお客さんが来ちゃうとか、あとは、まあ、お客さんが出かけなきゃいけないとか、まあ、鍵を預けない人もいるので、この時間までに絶対終わらせてくださいっていう風に依頼してくださる方もいるので、ここだから終わんなかったからっつって、あのだらだらやられるとお客さん困るんですよ。時間、そうですね。よそ様のお家に行って仕事するんですもんね。そうそう、だから遅れて行くのももちろんダメだし、早く行くのもダメなんですよ。だから9時っつったら9時に行くんですよ。でもあの10分前に行くんですけどね、10分前に行って軽く打ち合わせをお客様として、それであの3時間作業して確認していただいて帰るっていう感じですね。時間ね、せっかち時間をしてる、うん、そうそう、ね、あ、そ、よく人から相談されやすいっていう人も、まあ、向いてそうなんですかね、うんうん、そうですね、あの話好きなねお客様がいるんですよね、結構ね、うん、
で、なんだろうな、友達でもないし親戚でもないし知り合いでもないんですよ私は。そもそも家事代行で行けば知り合いになりますけど、だからそういうなんか全然関係ないような、関係あるようなみたいな、関係ない人なんですね結局。そういう人になんか自分の普段さ誰にも話せないような、なんだろうね、なんていうの、こういうの匿名のさ書き込み版みたいな、そういうなんていうんですか、そういう感じで悩みを言ってくださる方もいるし、であとね子育て中の方はなんか悩んでる方は結構多いんですよね。でそうすると私は今も子供2人いるので、あの、まあ、こうでいいんじゃないですかみたいな、結構でいいんじゃないですかって言うと、あなんだそっかっていうような方が多いんですよね。そうそう、そっか、じゃあそういうただや家事代行っていう仕事をやるだけじゃなくて、そこにもお客様との会話だったりとか、うんうん、お客様の悩みだったりとかっていうのを、まあ、やっぱりそういう人との関わりもあるからっていうところなんですかね。そうですね。でもそうするとやっぱりお客さんまた呼びたくなりますよね。そうすると。そうですね。それでね、ご飯も作ってあるし、あの人来るとなんか楽だなみたいな感じになるので。なるほどね。そうそう。でそれで私だけじゃなくて、はい、本当それはね、私を呼んでくれたら私の稼ぎになりますけど、そうお客さんが他人を頼っていいんだなっていうのを分かってもらえれば、ほらどんどん楽に、ね、なっていって仕事の生産性も上がるし。そういうのがいいなって思うんですよね。今の時代にこうまさにこう合ってるというか。そうですね。そうかそうか。折戸さんに仕事を頼みたいなっていう場合は、暮らしのマーケットから入っていけばいいですね。はい、はい、そうですね。あの暮らしのマーケット折戸直子ってやったらもうヒットするようになってるので。そうなんですね。であの、ね、いろいろカテゴリーがあるんですよ。なんだろう。エアコンの取り付けとか庭木の剪定とか、なんか本当何でもやってくれるあの集合のサイトになってるので、そこの、ね、ハウスキーピングっていうカテゴリーの中に家事代行が入ってるんですけど、でそれでね、あの家事代行でなんだろうな、地域でね本当は検索していくとヒットするんですけど、折戸直子で検索していただければ場所により、今木更津近辺なんですけど、場所により相談で行きますので、じゃ あ, あのコメント欄にリンクを、あはい、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあまあね、いろいろちょっと折戸さんとの話も尽きないんですけど、はい、こう今この動画をご覧になっている高校生学生に、まあ、ちょっとメッセージがあればっていうところなんですけど、まあ、例えばね、もし今折戸さんがタイムマシンに乗って、はい、高校時代にビューンってタイムスリップしました、はいはい、今の折戸さんが高校時代にビューンってタイムスリップしたとしたら、はい、その当時の自分になんて声かけます？その当時の自分にこの後離婚するよって言うかもしれない。もうあっけらかんだからな。その後再婚するよみたいな、なんかなんだろうな、やりたいこと、そうそうそう、学生さん若い子に言いたいのは、うん、今やりたいことは多分ないっていうのが正解かなって思ってて、いろいろ経験していくうちにやりたいことっていうか勉強しなきゃなっていうことに出会うんじゃないかなって思うので、まあ、進路に悩む人は高校生の方が見てるんでしたっけこれ。そしたらまあとりあえず大学にね行っておくっていうのもいいし、行かなくてもいいし、で必要な時に学ぶことはできるので、まあ、焦らずに一歩一歩進むしかないっていうところかなって思います。なので今できることは学校の勉強をちゃんとやっておくっていうのが学生のうちは一番大事なことです。なんかやりたいこととか言ってないで、やるべきことは今勉強っていうのが未来の選択肢を増やす第一歩になるんじゃないかなって思います。ね、これ前川島さんとこの話しましたよね、勉強って何でするのみたいな。そうやりましたね、いろいろ。そうそう、そういうことじゃないかなって思いますね。なるほどね。今ね、もうね、娘がね、来年娘たちはあれですよね、受験生ですもんね。そうですね、子供たちが同級生、ね、上のお嬢さんと、ね、
ね、一緒なんですよね。同級生なんですけどね。そうですね。まあ、じゃあやりたいことのもある大事なんだけど、やりたいことをちゃんと。うん、そうですね、今はね、やった方がいいかなって思います。ね、でもね、まあ、私たちの時代と全然違いますもんね、このそうです、ね、パソコンがね、そもそも生まれた時からあるっていう世代ですからね、この子たちはね。だから全然なんか情報量とかも違うし、そうするとね、勉強することって本当にたくさんあると思うので、その勉強することを身につけるためには今やってる勉強ができない人はできないっていうことだと思うんですよね。うんうんうん、そう説教みたいになっちゃうけど、でもだから娘にもそう言ってるんですけど、だからまあ今やることは勉強だよっていうね。なるほどね。でね、必ずやりたいこととか見つかると思うし。で努力するとこういうふうに何か形にできたりとかすると思うので、うん、そうですよね。そう。え、じゃあ川島さんはじゃあ自分の高校生だった時に戻ったら何て言うんですか？そうですね。もっといろんな人と喋っとけって言いますよね。人見知ってる場合じゃないよって。いろんな人と喋っとけって。そうですよね。もう人見知りってもう本当にね、うん、私をもてなしなさいの最たるものだからね、本当にいいことないですよね。誰もお前のことなんか気にしねえんだよっていうのをね、分かるにはすごい時間がかかるんですよ。私もそうだったので、ね、だからね、気をつけてくださいっていうか ね、 ね、うん、大人になると分かります ね、 ね。でもやっぱり未来のことが分からないからこそ今できること、うん、やるべきことをきちっと、そうですね、やってほしいと思います。ということですね、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということで、今日は家事代行、はい、のね、お仕事されている千葉の木更津で、はい、活躍されている織戸直子さんでした、はい、詳しくはホームページ、あとはその Kindle でのレシピ本ですね、はい、言われるコメント欄に貼っておきますので、よかったら見てください、はい、よろしくお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。はい。